犬市上虫は、フィラリアの一種で、蚊の吸血によって媒介され、犬を収縮死とする寄生生鮮虫。犬のみならず、猫、イタチ、アシカ、また稀には人にも感染し、犬市上中症を引き起こす。犬市上虫のミクルフィラリア生虫は、乳白色で非常に細長い。メスの方が大きく、体長25から30センチメートル、体幅1.5ミリメートルほど。オスは、 体長12から20センチメートル、体幅1ミリメートルほどである。虫体全端はドーム状で、体表には4体の頭部乳頭、1体の頸部乳頭がある。口は小さく、後進や後攻はない。オスのビブは螺旋状に巻き、肛門前後の腹側表面に9から10対の乳頭がある。耕説座子は左右不動。メスが産出するミクルフィラリアは、 体長300メートル前後、体幅は5からナノメートル、収縮種へ感染する、第3期幼虫は体長1ミリメートルほどである。犬市ム虫の生活間犬を収縮種、顔中間縮種とする寄生虫である。収縮種としては、犬以外にも、猫、狼、小ヨーテキツ狐、フェレット、アザラシ、アフリカヒョウ、ヒト、ビーバーなどが知られている。中間縮種は、 幅広いが主に家家族及びヤブ家族などであり、日本では特に赤い家による媒介が重要視される。しばしば右心室に大量に寄生することから英語ではハートワームと呼ばれているが、心臓だけでなく肺動脈にも寄生している。メスは卵体制で第一期幼虫を産出する。第一期幼虫は消化管などが不完全な構造であるため、ミクロフィラリアと呼ばれる。 ミクロフィラリアは血流中を循環し、中間宿主である蚊に吸血されるまで最大2年もの間待機することができる。蚊に吸血されると、およそ24時間以内に消化管からマルピンギカンへ移行し、吸血8から10日後に第2期幼虫、さらに3日ほどで感染性の第3期幼虫へと脱皮して、大液制に移行する。感染能を得るまでには気温に応じて2から6週間を、 用子もし気温が摂氏14度以下になると成長できずに生活感は止まってしまう。第3期幼虫は、蚊の吸血時に、粉症部から収縮種の体表に移動し、吸血口などの皮膚の損傷部から侵入する。そのまま皮下で3から12日を過ごし脱皮して、第4期幼虫となる。続いて、腹から腰にかけての筋肉に移動し、感染5十から七十日後に脱皮して、 未成熟な成虫になる。これが血流に乗り心臓を経由して肺動脈にたどり着くのが感染75から85日にかけてである。感染から6から9ヶ月後には成熟失外となってメスはミクロフィラリアを生み始める。成虫の寿命は7年以上とされる。犬以外の哺乳類宿主に感染した場合は成長様式が異なってくる。猫の場合は 発育が悪くなり、成虫の寿命は2年と短く、ミクロフィラリアはほとんど産出しない。人に感染した場合は、未熟なままで終わることが多い。熱帯から温帯にかけて広く分布しているが、感染率には地域差がある。北アメリカ大陸では、媒介化の見られる地域では、どこにでも分布しており、アラスカでの症例も報告されている。中でも感染率が高いのは、 テキサスからニュージャージーにかけての沿岸150マイルとミシシッピ川流域である。南アメリカ大陸や南欧、東南アジア、中東、オーストラリア、韓国、日本などから報告されている。細胞内共生バクテリアであるボルバキアが、程度の差はあれおそらくすべてのイヌシジョウムシの細胞内に共生していると考えられている。第三期、第四期幼虫に多く、成虫では、 核皮化作やメスの生殖期に多い。ボルバキアは、ヘムの合成を通じて、イヌシジョウム虫の脱皮や、初期発生に関与していると考えられている。1626年イタリア北部の貴族、フランチェスコ・ビラゴが、狩猟犬の心臓に、糸ム虫を見出したのが、文献上最初の報告と考えられる。1892年、 サルバトーレカ・ランドラッチオが蚊の体内にミクロフィラリアを見出し、1900年にグラシート脳が蚊が中間宿主となることを実験的に証明した。一方、犬体内での発育過程は1943年にクメキヨジが明らかにした。1970年、原田隆二らが細胞内共生バクテリアを観察。ウィキメディアコモンズには、 犬市上虫に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。